最新作のホラーゲーム始めますよということで、今回ですが、ザ・オカルト・オブ・チャンスビルっていうのかな、最新作のホラーゲームです。 Steam の方でね、ダウンロード開始されていたので、早速やっていきたいと思います。こちらはデモ版なのかな、製品版はまた後ほど出る、後ほどというか後々出るみたいですね。今回は日本語訳はありませんので、英語訳できるところはやっていきたいと思います。さあ、このデモでは私たち最近シャンセビル市に引っ越したレポーターとしてプレイします。非常に奇妙なことが市内で起こっていることを実感して彼は調査に行きます。彼の研究はその不気味な夜、その中にある重要な情報は何なのかで知らされている。放棄された産業複合体に彼を連れて行きます。はい、なかなかえぐみが、あ、こっち行けないんだ。すごいね。血がすごいな。なんか、その産業複合施設みたいなことを言ってたけど。不気味な雰囲気、いいですね。フラッシュライトは今ないんだ。夜にロックアウトされても慌てないでください。低くとどまり、静かにとどまりなさい。そうすれば朝はすぐにまた来るでしょう。ゆっくりしてなさいってことか。フラッシュライトがないんだけど、行く場所もねえな。こっちの扉は？あ、行けた。やべえ、コピー機が動き出した。あ、明るくなってってる。ここはブロック。すごい、なんかどん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 明るくなっていく感じ。ブロック、このバッテンなんだろう。あ、十字架だ。そしてはしごがあるな。ブロック、さあ上登っていこう。上は登りきれるのか？登っちゃうか。さあ、施設に入ったのかな？暗いね。いまだに。ブロックがあって。これは向こうに行けるのか？はいはいはい。血が、こっち暗いからこっちかな？なんか音が鳴ったぞ。お、なんかある。ありよる。ザ・スメル・ザ・ツ・フロム・インサイド。 D B B A C。 なんだ、どういうことだ？ DB。 なんか押したらさ、最初 D なんだ。 DAB。 DACB。 ピロン。ああ、そういうことか。わかったわかった。DACB、 B から始まるんだ。で、最後は AC。 これも難しいな。DACB で、次 B から始まって、 B、 B、 次は C。 違う。 DACB。 勘だよな、こんなの。 BA、 違う、 BD か。 DACB の次 B で、 C ダメだ、 D で、勘で C。 違うんかい。
DACB、次 BDAC ね。BDAC、次が AC だよね。BC か。AC か。AC、2択。D、お、B、よっしゃ。最後は、かっこよく決めれたかな。噛みそうだったな、今。お、なかなか雰囲気がいいですね。いいよ。奥に何かいる。そして走れなくなっている。何かが来るでしょう。皆さん、心の準備を。なんか、くちゃくちゃ言ってるよ。さあ、どんな姿をしているのか？あ、お雅じゃん。裸の男か。モザイクはかけなくて良さそうだ。あら、あっちにもいる。ちょっと大きくなったかな。そして白い。美白だ、鈴木園子。なるほどね。でも遠いな。あ、いなくなってる。いいね、こういう強風演出。あと、グラが綺麗なんだよね。リアル。リアリティ満載。素晴らしいですね。あの子はずっといるんだ。暗くなったぞ。フラッシュライトないんだよね、ずっと。あー、赤い。あ、ラダーだ。誰か笑ってる。いや、泣いてんのか。後ろの景色は見れない。あ、どっか行った。真っ赤だね。クリスマスにはいい感じだね。あ、違うな。戻ってきたのか。ここにさ、さっきの、いや違うな。家は同じだけど、上がってきたんだもんね。クリスマスっぽくていいね。もっと上がってくの？上から落ちてこないかな。さて。赤いね、赤暗いね。じゃない。ん？血はこっちだな。飛び降りろって書いてある。飛び降りて大丈夫なのか？はしごは？あ、いけない。でも飛び降りろだもんね。食らうんかい。あ、フラッシュライトゲット。あ、メディシン。ちょっと待って。58%か。とりあえずライトは取った。十字架がね、まあ、カルトってさ、タイトルに書いてあるぐらいだからな。こっちは？ブロック。ブロックで。あ、誰かいるな。裸が、昨日やったゲームも裸だったけど、裸が今トレンドなのか。悪くないね。さあ、明るくなって、ちょっと奥、あ、さっきの白いやつ、いや、あいつ下にいたもんな。向こうにいるのよな、鈴木園 P。あ、こっちにも裸いる。彼女の血統は私たちの主と協定を結んだ。喜んでかどうにか関わらず、彼女は彼らの誓いを尊重しなければなりません。私たちはこれらの夜をこれ以上長く生き残ることはできません。彼女の血統って何だろう。女の人が、
ここの主に命を捧げた。通りましたね。消えましたね。あ、ブロックで。主はどこだ。主。あ、何か見れる。ダーツ。てかビデオの中に入っちゃったよ。ブロック。あ、くんかい。手術。死体か。なんだこの昔のことか。あ、で、骨。残っている障害は一つだけです。すぐに私たちは無限の光を浴びます。実験的なことなのかな。障害が一つあるけど、それを乗り越えれば無限の光を手に入れるってことは、栄光を手に入れるみたいな。あ、なんで食らう？もうないっすよ。メディシンもうないっす。ロック。これなんだ。うわー、マジ無理だ。 5X、 違うな。 5×1 かけでいいのかな。5、20、28、29、あ、30。 え、25、8、30。 OK。 私は司祭と矛盾するべきではなかった。矛盾とは何したんだ。メディシン。これで83。クマちゃんの人形。今日数人の部外者が町にやってきました。新婚夫婦。どこで部屋を借りるか尋ねる。私は彼らが次の都市に行くまで、運転を続けるようにと言いました。私はここで彼らを欲しくないかもしれませんが、私は彼らの血を私の手に欲しくないのです。欲しくないのか。これ戻っちゃう。まだ向こう側行ってないよな。これまたビデオで戻っちゃうから、怖くない。ああ、リポートか。あ、上には行けないんだ。向こうから抑えられてんのか。まあ、じゃあ戻るしかないな。ここでは何か行われてたね。っていうか、オカルトと言いながら、まあ、手術的な感じだね。あれ？カルト集団だな。貼り付けの刑にしている。骨で作られたシャンデリア。この人白で服着てるだけか。白装束というか、なんていうの、手術する人だったんだ。オペする人だ。ブロック。これなんだ。警察署でお待ちしております。とても重要なことをお伝えします。捕まったのか。ダメで、あれ？あ、でもさ、全部行ったよね。
何か30を使うところがあるか。こっちはいいんだよね。開かないで。まあじゃあ戻ろうか。オッケーオッケー。いやなんかやっぱこの日本にはないこの赤レンガの景色というかね、こういうのもいいよね。ホラー感というか。ナンバー使うとこあるのかな。これなんだ。私たちは長い間この道を歩んできたので、私はその理由を疑問視するのをやめませんでした。犠牲が一つだけ残っているので、私たちが正しかったことを願うだけです。そうでなければ私たちは闇に飲み込まれるに値します。まあやってきたことを実験だよね、多分それを、正しいと思わないとやってられねえよって話だよな。多分主が来たな今。そうだよね多分。いやいいですね。いやこちらこそありがとうございました。面白そうですねこちらのゲーム。いやいいですね、雰囲気あり、ストーリーもまだ奥があるんでしょうね。であとはパズル的要素も結構盛り込んでくるんじゃないかな。あのデモでね、パズル的要素もあったので、いや楽しみですね。また一つ待たなくてはいけないホラーゲームができてしまった。やるしかないね。はい、ということで今回はこの辺で終わりです。